リカ合衆国の優れたスポーツ番組、ライブ中継、アナウンサーなどを表彰する賞。エミー賞の一つで全米テレビ芸術科学アカデミーが主催する。受賞式は通常4月の最後の2週間か5月の第1週月曜日の夜に開催される。スポーツエミー賞はプライムタイムエミー賞やデータイムエミー賞のようにクリエイティブ、アーツと呼ばれる。 受賞式が行われるが、技術スタッフの賞なども一度の受賞式で、すべて授与される。1950年の第2回プライムタイムエミー賞、受賞式で初めて、ベストスポーツカバレッジのエミー賞が授与され、ロサンゼルスのローカルテレビ局クトラが、レスリングの報道で受賞した。翌年には、ロサンゼルスに本拠地を置く、別の壺ネ、KNBH がアメリカンフットボールチーム、 ロサンゼルスラムズの取材でエミー賞を受賞している。1955年の第7回プライムタイムエミー賞では NBC はシリーズジレット・キャバルケード・オブスポーツでメジャーネットワークとして初めてスポーツエミー賞を受賞した。1979年ニューヨークのレインボー・ルームで初のスポーツエミー賞が開催された。受賞者にはゴルフアナウンサーのジャック・ウィテカーや CBS のザエノ・ FL ・トゥデイなどが名を連ねた。俳優のアラン・シックとジョーン・バン・アークが司会を務め、1988年7月13日に開催された第9回スポーツ・エミー賞は、テレビ放映された最初のスポーツ・エミー賞受賞式となり、レイコム・スポーツが全国に生放送した。1991年の第12回スポーツ・エミー賞では、 デニス・ミラーが司会を務め ESPN で放送された。スポーツ・エミー賞の対象は1月1日から12月31日までの期間中にアメリカのテレビで放送された番組で全米の50%以上で放送されたものでなければならない。また、スポーツ・エミー賞にエントリーした番組は他のエミー賞にエントリーすることができない。アワード賞 オリンピックの開会式と閉会式、スーパーボールのハーフタイムショーなどは、スポーツエミー賞には不適格とされる。ありがとうございます。